だってとか、でも僕は好き。これ皆さん、パークチャンネルへようこそ。ベーシストのパークです。この動画はですね、耳コピができるようになりたいというベーシストの皆さんと一緒に、耳を鍛えて、音楽をもっと楽しめるようになろうという企画の動画です。まあ、無限になってる音から一つの答えを導き出すのってめちゃめちゃ難しいんですよ。なので、そういう理論を交えながら耳コピの練習をしようという動画です。じゃあね、今日も練習問題に行ってみたいと思います。基準の音はですね、このドの音ですね。毎度おなじみ、このドの音から始まるフレーズを聞き取ってみてください。第1問いきましょう。こちらです。はい、わかりましたか。今回はですね、また新しい音が出てきました。これがですね、ラの音なんですよ。ドから見たラ、フレーズはラの音。これが上に数えていくとドレミファソラ、1,2,3,4,5,6 番目の音なんですね。で、ドから見たらラ、結構音がね、一番離れてるところにあるんですけど、これがラがオクターブ下がるとこういう位置関係になります。ドから見てラ、この音がね、くせ者なんですよね。これ基本的な、じゃあ C というコードで音が鳴ってるとして、 C というコード、まあ、1,3,5 でドミソの3和音で、ラっていう音は含まれてないんですけど、ラっていう音が含まれてないんで、こう、ラの音弾くとちょっと一見、あれ、音外れてるじゃんってなるんですけど、もう世界的に見て、とにかくこの6度の旋律っていうのは、めちゃめちゃ多く使われてるんですよ。その分、こう、僕たちもね、聞き馴染みがあって、自然と聞けるんですよね。コードトーンにない音なんですけど、めちゃめちゃ自然に聞けるんですよ。例えば、なんかブルースの曲とかのベースラインとかだと、とか、ドミソ、6度が入ってるんですよね。なんか意外とこう、あれ、なんかどっかで聞いたことあるなみたいな。意外と耳障りが良くて、コードの中になくても自然に聞こえるんですよね。この響き結構やっぱ大事で、これも頑張って覚えたいんですけど、これはね、よく5度からの流れで使われることが多くて、5度とセットでルート5度6度とかみたいな感じで、使われることが多いんですよ。なので、もう一問ちょっと6度を使ったフレーズっていうのを用意してますので、頑張って聞き取ってみてください。第2問いってみましょう。こちらです。はい、わかりましたか。今回は高い方の6度に行きました。この5度とセットになってますね。この響きがね、大事なんで、何回も弾いてちょっと覚えてみましょう。照明ついてないな。6度っていうのがね、結構音が離れててイメージしにくいんですよ。めちゃめちゃ音が離れてるんですよね。これ練習としては、この位置関係を保ったまま上がって、これね、ベース弾ける人はちょっと試してみてほしいんですけど、すごいいい練習になるんですよね。ドからこの6度の、距離を保ったままドレミファソラシドで上がっていきます。戻るみたいな。
どこの音から始まっても6度の距離みたいなものがイメージできると、音程感っていうのはすごくイメージしやすくなります。こういうのを日々のエクササイズに取り入れたりして、音感トレーニングしてみてください。で、おすすめフレーズ。あ、おすすめフレーズ。ベースのおすすめフレーズは、じゃあ5度からこう、このつながりでよく使われるってさっき説明したんですけど、僕のおすすめフレーズはね、もういきなり6度に飛ぶってやつを今回ちょっと一つ、おすすめしたいと思います。これがね、というフレーズです。ゆっくり弾くと、オクターブ上がると、おすすめって言われて結構可愛い感じするよね。なんか演歌っぽい匂いを感じるちょっと。結構ね、やっぱ演歌でも使われてて、この6度の旋律って、この北島三郎さんとかさ、函館とか、上を向いて歩こうとか、日本のね、古い曲でもやっぱり6度っていうのはすごい使われてるんですよね。不思議やね、うん、でもさ、ブルースブラザーズとかさ、ああいうリズム&ブルースみたいな曲もとか言って、こう6度がしっかり使われたフレーズがあったり、ブルースからの流れでソウルミュージックとかでもやっぱ多いですね、使われてたり、モータウンの楽曲とかでもやっぱり6度使われてたりするんで、結構ね、世界共通で耳なじみのいい音というか、こうよく言えば耳なじみのいい、悪く言えばシンプル、特徴っていう感じかな。特徴的、まあ音がその外れてるというか、コードトーンからちょっとずれてる分、ちょっと浮遊感というか、なんかこうちょっとふわっとした感じがあって、これがなんか何とも言えない独特な響きする、響きするね。結構俺好きなんやけどな、6度の響きって、ついつい弾きたくなっちゃう。でも結構さ、下手すれば演歌から変化、下手したら演歌になるから、耳コピの時とかさ、逆にこう、あ、6度のフレーズやなみたいな、すごい分かりやすいんだけど、自分で使う時にちょっと場を選ばないと、あ、こいつ演歌入れてきたなみたいな、使い方を一歩間違えるとそんな感じになるんで、これはね、こうもろ刃の剣ですね。でも僕は好き、これ。というわけで、6度というものをちょっと意識してフレーズ聞いてみたりとか、歌のメロディーにもやっぱり多く使われるので、あれ、これ6度入ってないかなみたいなのをちょっと掴んでみてください。さあ、今回はこんな感じですね。動画面白いと思ったらグッドボタン、チャンネル登録お願いします。質問などありましたらコメント欄で受け付けますので、よろしくお願いします。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。